スバルプレオ、プレオ、プレオは、スバル、旧、富士重工業が販売していた、軽自動車、ハッチバック及び軽ボンネット版である。初代は、ビビオの後継者として1998年10月の、軽規格改定時に発売された。そのルーツは360に遡る。2007年以降は、商用グレードのみとなり2010年4月に一旦、消滅したが、 同年4月に軽セダンとしてフルモデルチェンジされ2年10ヶ月ぶりに常用モデルも再設定された。2代目はダイハツミラの OEM 車である。1990年代後半、軽自動車の主流は従来型のセダンからユーティリティ重視のトールワゴンに移行しつつあった。これを受けそばるでもビビオの後継者としてプレオを発売した。 プレオが発売された1998年当時には、すでに各メーカーの主力となる軽トールワゴンが出揃っており、軽自動車の老舗であるスバルが最後発となっていた。開発を指揮したのは後に、富士重工業の社長になる竹中教授であった。ビビオなどと同様ドライバーズカーとして開発された。独立したボンネットを持つフォルムと三代目。 レガシーツーリングワゴンに似た6ライトのウィンドウグラフィックが特徴。企業規模の小ささから他社のように車種を作り分ける余裕がなく、さらにビビオの後継者であるため、全高は一般的な軽トールワゴンより低めの 1575mm、ルーフレール装着車は 1625mm となっている。スポーティングレードから 商用モデルまで幅広いグレードをラインナップしていた。事実上プレオの後釜になるはずであった R2 の登場を機にグレードを大幅に縮小。しかし、R2 の販売不振により再び拡大した。その後初代、ステラの登場と、ほぼ同時に、再び縮小。1年後には、商用グレードのみとなった。結果的には、スバルの計撤退発表後まで生産され、12年後 超える長寿モデルとなった。ツートンのボディカラーも用意されていた。1999年度、RJC カーブザイヤー特別賞受賞。初期にはオプションで、エアロフィールド、カジュアルエレガントという4種類のバージョンが用意、されていた。後に、ヨーロピアン調のネスタシリーズとスバル360をモチーフにしたニコットを追加。赤棒専用モデルも存在した。 エンジンはすべて排気量 660cc。直列4気筒の M07 型を採用。サイチェシー自然吸気、エンジン。リッターカー並みの動力性能を有するサイチェシー。マイルドチャージエンジン。低圧下級型スーパーチャージャー。スポーツタイプのサイチェシースーパーチャージャーエンジン。高圧下級型スーパーチャージャー。より高性能な DOHC。 スーパーチャージャーエンジンの4種類が設定されていた。2004年1月の一部改良で一旦は自然吸気エンジンのみになったが、2005年1月にサイチェシーマイルドチャージエンジンが復活している。しかし、後継車種のステラの登場に伴い、2006年6月に再びマイルドチャージエンジンは消滅自然吸気エンジンのみとなる。なお、 この間に排出ガス規制の変更に伴い、F グレードの自然吸気エンジンの触媒が変更され、その結果低回転域でのトルクが低下した。トランスミッションは5速 MT と CVT がある。スバルは CVT の改良に洗弁をつけ、イケイを実用化していたこともあって、この時期までの K1 に CVT を採用していたのは、スバルのみであり、レックスコンビ、レックスバン。 ビビオに次ぎ、2009年当時もプレオが唯一であった。また、今まで通りクラス唯一の四輪独立喧嘩を採用し、全グレードのフロントブレーキに、ベンチレートディスクブレーキを、RS にはリアディスクブレーキを採用。特に、RM と RS は CVT に7速スポーツシフト、疑似的なマニュアルモードを採用し、走りを意識したグレードとなっていた。また、 軽用車車として、最後のリアディスクブレーキ搭載車でもある2008年にイグニッションキーシリンダーの不具合でエンジンが始動しにくくなる現象が多発しリコールされた原因はキーシリンダー内部に入力が繰り返し入ることで内部機構が変形しイグニッションキーの回転角に対するイグニッションスイッチの回転角が減少することであり最悪の場合エンジンが 全く動作しないこともある。新車購入から11年までは無償で補修部品に交換可能だが、12年目以降は全く対応してもらえず優勝となる。どんな車でもイグニッションキーシリンダーは摩耗部品のためいつかは起こりうる現象ではあるが古い、プレオではよく起こる現象なので、特に中古で購入する場合には注意が必要である。 バンの製造終了から約1ヶ月のブランクを経て、2ボックスハッチバックセラン、バンとしてフルモデルチェンジ。2代目は2008年4月10日に発表された、トヨタ自動車、ダイハツ工業との業務提携協の一環として、ダイハツミラをベースに OEM 供給を受けたモデルである。ミラベースに変わったことで前方が 1530mm。 プレオカスタムは 1540mm とさらに低くなり、ほとんどの立体駐車場に収まるサイズとなった。商用車のプレオ版に関しては、CVT 車を廃止する代わりに 4AT 車を設定し、5MT 車は継続設定、ドア数は3ドアとなった。また、エンジンなどが変更されたことにより、低排出ガス性能や燃費性能が向上された。ラインナップはプレオ、 プレオカスタム、プレオ版の3タイプを用意する。プレオは、約2年10ヶ月ぶりの設定となる、常用モデル、プレオカスタムは、フルモデルチェンジに合わせて新設されたスポーティ系、スタイリッシュモデルである。グレード体系は、プレオが、F、ミラ、L 相当、L、ミラ、X 相当、L リミテッド、ミラ、X、リミテッド相当のグレード、プレオカスタムが、R、 ミラカスタム、X 相当と RS、ミラカスタム、RS 相当の2グレードを設定。装備はプレオ全グレードで、チルトステアリング、運転席、シートリフター、フロントシートベルトショルダーアジャスターが標準となっており、X、リミテッド以外はアジャスタブルパッとしてメーカーオプション設定されているミラと差別化が図られており、L リミテッド以外のグレードは、 アジャスタブルパック装備分の価格15,750円が上乗せされている。プレオカスタムは装備の追加に加え、オーディオレス仕様が標準。ミラカスタムでは、インテグレート CD、AM、FM 付けステレオ標準装備で、オーディオレス仕様はオプション設定のため、ミラカスタムに比べ5,250円安く設定されている。プレオ版は、先代と同じく、A、 ミラバン TX スペシャル相当のみであるが、キーレスエントリー、集中ドアロック、盗内警報装置などを装備したグレードアップパッケージが設置されるミラバン TX にオプションのスモークドガラスとユースフルパックを装着したものと同一仕様となる。なお、ミラの最上級グレードである G スマートドライブパッケージ2011年7月の一部改良で、 廃止に相当するグレードは設定されない。デザインは6連製、ツつら星の CI マークや社名エンブレムの変更程度でベース車からの大きな変更はない。ボディカラーはミラ専用色のプラムブラウンクリスタルマイカーが設定されおらず4色展開となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。